左手リードがやっぱ多いじゃん。うん、やっぱり左手のがさ、ボールのことさ、強く押せるってことなんだよね、多分ね。いや、引くんじゃねえかな、左は。引くの？うん、押すのは右だと思う。平井宏明のワンナップゴルフ。そのトール君は多分その制作段階でワンナップゴルフの動画のね、あのいろいろ調べてくれてるから、その出てくるタイトルが左だから全部ね、だから多分トール君が多分おかしくなっちゃってると思うんだね。おかしくなってる。多分ね、左の人は多分引く。あ、引くの？あ、押せないから左。あ、それはそうだ。うん。押せない。押せないと思うな。引いてるんだろうね。あ、引くのか押すのか。それかこれが器用か。あ、で、うまく引けてる人は俺は見たことない。プロ以外で。何人見たのって話だけど、見た中で左って言ってる人で、うん、うまく引いてる人は見たことない。引いてスライス打ってるから。引けてないし、押せてないし。どっちもできてないんだ。できてない、できてない。できてたら、うん、お会いしてないと思う、俺。レッスンに来てないから。そのインパクトで負けちゃうってことなの？負けちゃうっていうか、その右手左手前提の話の中の小分けにすると、うん、そもそも遅いから、インパクトが。めっちゃくちゃ遅い。触れてないから。あ、そういうこと？ああ。あ、まずそこの前の問題ってこと？そう、この間さ、音の動画やったでしょ？やったやったやった。もうあれが、俺より上の音鳴る人いないから。そう。あ、こんな細い腕でこんなヒリヒだよ。うん、それで、同時にお客さんと振って、9時3時だよ、うん。で、俺よりピッっていう音、一人もいないから、うん。音がだってさ、ウォンっていうのと、うん、フィッっていうのと、全然違う、うんうん。もうとにかく強いから、インパクトって。あ、まずそこまで言ってないんだ。そう、だから力むなとかも本当に仕方だからね、俺。いや、そんなんじゃ打てないからって。で、今、あの、グリップ緩くてさ、こういうのとか、こうやって、なんか流行ってるじゃない。うん、もうあんなのとか、条件があること、ちゃんと言ってるって。え、それは何？練習じゃなくて？練習じゃなくて。本番で？本番で、本番で、本番で、グリップの力抜いて、うん、こうやって、ブランブランブランってやってる、うん、その、グリップの力を入れないで、プラプラさせて、打つ条件、当てられる条件をちゃんと言ってるかどうかよ。あんなのさ、こんなプラプラでさ、うん、飛ぶわけないよ、あんなの。だどこで力を入れて、で、どういう風にプラプラにして、うん、それでボールを自分の飛距離まで飛ばすことができるかっていうのを、ちゃんと条件として言わなかったら、うん、抜いただけだから。え、それで何？元々の距離が飛ぶってやってるってこと？そう、やってる。これギュッてこうやって握ってんだよ。うんうん、これで、これ、トール君ちょっとヘッド動かしてもらっていい？グリグリって、ねじってもらっていい？動かない。動かないでしょ？動かない。これでやってみて。ああ。ちょっと動くでしょ？ちょっと動く。うん。でもさ、あの、この中のさ、この遊びはあるけどさ、うん、あの、ゴルフプライドはずっと同じ向きでしょ？ああ、そうだね。うん、ああ、そっか、うん。手の中ではねじれてないじゃない、うんうんうん、これをうまく使ってるかどうかなんだよ。そういうことをちゃんとこうやって説明しないと、うん、もうグリーンってなるから。で、その、クラブを放出するタイミングの時に、いるかったら放出ってできないのね。うん。だからそこでは力は入るよって。抜けちゃうよね。抜けちゃう。飛んでっちゃうから、クラブ。そうだよね。うん。だ少なからず、アドレスの力感のままインパクト迎えたら、ダフるか折れるか飛んでいくかってさ。だから入れてるわけよ。どこで入れて、入れるタイミングでクラブを放出するっていうとこまで言わなかったら、うん、うまくはいかない。そうだね。うん。そんなの流行ってんの、今。そう。こうやって。こういうやつ。どんどん新しいのが。そう。もうついていけない、俺は。あの、早すぎて。だから、それを勉強することからまず始まるでしょ。どういう力の入れ方とか、使い方で、どういう球を打つかっていうのが分かんないじゃん、まず。うんうんうん、動き方だけ見ただけじゃん、ね。自分のあれじゃないからさ。そうだね。とにかくそのインパクトが弱いのと、スピードが遅いっていうのが、うん、遅いっていうと、手元を速くするの。こうやって。うん、ヘッドね。このヘッドね、うんうんうん、あ今なんか手はめちゃくちゃ遅いの、うんうんうん、動いてないから、うん、こっからここしか、うん、でもクラブはこっからここまで動いてる、うん、そう、その動きが入ってないとこうやってクラブヘッドこうやって前に出してあげる、
そういう動きっていうのはすごく大事なんで、今のは大げさに早くやってるからタイミングも何もないけど、それを自分のスイングスピードの中でちゃんとやってあげる。あ、そしたら別に右手左手とかって言ってる前に、うん、一番自分で早くヘッドを早く動かせる風に振ってよっていう、うん、そっからスタート。そうで、それはどっちなのっていうことだから、そうやって振ってみた時にどうなのって、そうそうそう、右なの左なのって、あ、うん、どっちでもいいんだ。じゃあどっちでもいいんだけど、結論から言えば右の方が早いでしょっていう、そうだ、ね、うん、そうだね、で力も出るでしょっていう、そうだね、うん、また俺の話して申し訳ないんだけど、ジュニアの時にクラブヘッドで打って、クラブヘッドで打って、クラブ早く振り遅れんなって言われて、うん、何をやってたかって言ったら右手でしか動いてなかったっていうことだから、そこで左手で打とうなんて1ミリも思ったことないからね。左手で打つなんてあるんだと思ったから初めて聞いた時、そう、アメリカとかこっち帰ってきて20代30代になって、うん、左手リードっていう言葉を初めて聞いた、うん、多分20代半ばぐらいじゃないかな、うん、何それって思った。どういうことだか分かんなかったどういうことっていうそうなんだ。そうそうそう、でそれは後々その蓋開けてみたら、うん、結局、うん、球を強くする理論ではなく、うん、クラブをこうスピン量が多くて抑えたい方がクラブを低い位置から、うん、要はシャローに入れてくるために、うん、左手リードでこうやって引っ張って回転して、うんうんうん、締め感を作ってこうやって打ってるっていうことだったのね。あ、そうなんだ。そう、それが分かったんだ。そう、うん、だから全部そういうショットしちゃうのって、うん、全ショットやるなら、うん、飛ばしたいんじゃないのみたいなそこで疑問が生まれるわけ。そうだね。ましてや悩んじゃってんだから、うまくいかないっつってやめなさいって。でもいっぱい動画あるからさ。そう、だから何人成功してるかよね。どこまでが成功かっていう。そうだね、うん、いや本当でもこうやって言っちゃうと、うん、良くないみたいなね、うん、聞こえになっちゃうんだけど、うん、全然やっていいよ。いいの？全然いいよ。いいのやって。全然いい、全然いい。悩まなければ。本当申し訳ない。本当申し訳ないんだけど、うん、構えましたよ。うん、構えまして、うん、一応両手グリップします、うん、進行方向はまずこっちじゃないね、うん、それで助走を取りました、うん、そっから進行方向に今 10-0 で右なんだけど、うん、楽じゃないかなと思うんだよね今の動きでも、うんうん、何もしてないからね。その進行方向に対してこうやってやっただけなんです、うんうん、なんか物事に対してのシンプルじゃないかなと思って。分かった。左手の人って遠くに物をボールを投げようとした時に、うん、こうやって投げなくてこうやって投げてることで、そうのが投げられるって言ってるってことね多分。いや、それか、うん、この感じだと思う、うん、これの意味に、うん、なのかもしれない。添えるだけなの？そうそうそう。だから最後は右手がこうやって勝つじゃない？うんうん、だけどコントロールとかスピン量のコントロールをしたい時のフリースローのこれなんじゃないかなと思って。あ、そこまでやってんだったら。メインじゃないってことだね。メインじゃないと。でも変な話、左手リードで自分の打ちたい飛距離が打ててて悩んでないんだったらそれが正解だからね。全然いいんだけど、うん、これから始められる方、うん、右手でやってみてほしいんだよね。でも無理だ、動画が多すぎて、うん、いや絶対勝てないんだよ右手の理論なんてそうだ、だって右手ですっていうのないもんね、やっぱね。ない、ない。じゃあワンナップこれからこの先100本全部右手の動画にしよう。そしたらちょっと追いつくから、世の中に出てるその数。だからその右手特殊感あるからね逆にね、うん、そういうことだよね。そう、日本の公道を走ってるのに、そう、右ハンドルが特殊な感じになっちゃってるっていう状態だもんね今ね。左ハンドルのが多すぎて、そうみたいな、そう、そんな状況 でそのうちもう右側通行になっちゃうから。あらあらあら、アメリカンスタイルこうなってくると右手認めてほしいから、うん、固くない右手の動画撮ってるみたいになっちゃう、なっちゃうから、うん、もう一回やめよう、諦めよう。じゃあ諦める。諦めよう、うん。もう左手じゃ。うん。その代わり、10-0 で右手でもう一回打っていい本気で。
これね、あの倍速にしてもスローにしても何やってもスーパースローにしても右手だから。もうバックスイングからフィニッシュまでここまで振り戻しまで全部右だから。そう。もう左手添えなくていい。動かしてない。動かしてない。一緒のところを持っちゃってるから、うんうん、動いちゃってる。本当に申し訳ないっつってお付き合いしてるだけだから左は。今の球何だったんだろうな。じゃあまああれはあれでいいってことよね。あれはあれでいいんだよ、うん、それかどういう皆さんどんな批判があるんだろう。あれ左手じゃんって思うのかな。そういうことではないね。こういう状態で打ってるからね。こういう状態だからもう、うん、こっちはこうで、うんうんうん、そうだからもちろん左手リードの人も多いから、いや人が多いのかね、動画が多いのかは知らないけど、結局何を言いたいんだろうってなっちゃうね。じゃあだから諦めましょう。そもそもこの右手左手を取ろうとした理由が、左手リードをしてスライスが止まんなくなっちゃった、スイングが壊れちゃったっていう人がめちゃくちゃそのレッスンに来てくださったというか来られたので、いや右手ですよっていう話から始まったんですよ、この論争が。ね、そうだから、うん、と何が言いたいわけでもなく、だったら右手で打ってみてくださいっていう動画なんですよ。の方が楽だし、その考えることがシンプルになるんですよね。進行方向に対して後ろ手で押すだけなんで、多分ボール投げるのもそうだと思うんですよ。そうボール蹴るのもそうだと思うんですよ。簡単に考えたい場合は進行方向に対して後ろ手の手で打っていただいた方がよりミスも分かりやすいと思うんで、そのどうなってるか、そのミスの状況とかですね、そういうのも分かりやすいと思うんで、ぜひあのちょっとスライスチョロ、あと球が上がらない場合なんかは右手使って打っていただいた方がいいかもしれないですね。試しにやっぱり右手でしたっていう動画です。本当右手だもん。そうだよね、もういいです。じゃあ僕がもうあのそういう動画撮らないようにするから、右手か左手かの動画も撮らないことに決めた今日。どんだけ言っても左手ばっかりだからもういいかなって。そうそうそう、根負けというか、うん、あの逆にね、そうあの本当に平行線。右と左、そうだから 5対5でいいの。あ、うん、右5左5、うん、人数ね、うんうん、でもいいし、うん、使ってる度合いも両手でいいの、うんうんうん、自分が満足してればいいっていう。あ、うん、はい、だから平井はその自在感が満載だからね、右手で、うんうん、だから何の文句もないんだけど右手に。多分これでじゃあ始めた時にいきなり、うん、お前左手だよって言われて、で俺が左手でゴルフ始めて、うん、で左手でうまくいってプロになってたら左手って言ってるかもしれないし、そうだね、うん、分かんないけど右手だな。右手なら気がする、やっぱりこうやって、うんうん、そうだね、なんでまあ利き手をうまく使っていただいて自分のやりたいことを邪魔しなければあのどっちの手でもいいと思いますんで、ぜひあの両方試していただければと思います。今回、もですね、右手左手動画撮っていきましたけども、お好きな方を使っていただいてより気持ちいい球を打てるのはどっちだというジャッジをですね練習場の方でしていただければと思います。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンのよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。この度ワンナップゴルフのオンラインサロン始めました。セクシーショットありのマル秘映像ばっかりでございますので、ぜひ興味ある方は入会していただいてですね、知ってるあれっていうネタをですねコンペとかで言っていただければと思いますので、ぜひご入会よろしくお願いします。